本当球場のなんていうんですか、こう浮き沈みと一緒です。お客さんと、まあ、ある意味同じ目線で応援して、はい、じゃあいざ投げ行くぞって時はやっぱ周りから仲間から声かけられたりするんですか。鼓舞がすごいですね。鼓舞すごいですよね。鼓舞すごいっす。鼓舞一体だけやん。鼓舞すごいっすよね。鼓舞がすごい。大鼓舞。大鼓舞って何ですか。大鼓舞。大鼓舞が特に、はい、の体勢は、おおすごくて、鼓舞するのがすごい。おおすごくて本当に、はい、あの一冊技とかも持ってて、それで。いやもうやはい、これをするとっていう、はい、おまじないみたいなのがあって、おまじないのがあるんですよね。それをね、今日ぜひやってくれるっていうことなので。十分ないよ。ないなった。分かんないから。これやったのか分かんないですよ。見せていただいていいですか。じゃあちょっと、大きな拍手をください。入江選手がコプをするんですよね。例えば、はい、じゃあ、ツーアウト満塁とか、はい、ツースリーとかになるじゃないですか、はい、そしたらみんなこう願ってるわけなんですよ、ブルペンで。あ、はい、でその願いをこう届かせるおまじないがあるんですけど、はい、多分皆さん多分分かんない、その身内ネタなんだよ。いやでも皆さん見ても多分分かんないですよ、これ多分。でもブルペンの雰囲気見たいですもんね。これは面白いですよ。じゃあハードル上げた。声ちょっと響かせないといけないんで、はい、いきます。気がね、映るんですよ。はあ、そうなんですね。じゃあ今日だから会場の皆さんも今のでモチベーション上がって。いや、上がってないですよ、ね、今何を見せられたのって感じですよ。この後のじゃんけん大会ね、結構いいクオリティ出せそうですね。来年とかね、大勢が考えていいんちとか、僕ピンチの時にスタンドで一緒に皆さんに、まあ、じゃあマネラ、マネラ、マネラ